小町のガールズラップスクール、に直う力生み出す母の地球、恵みのひとしずく、苦しみ生み落とす、思い残すことなく種を残す。 Because we are the women, 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 women. Yes, like you know, 歌を歌おう。 We are the women, women, womenMC とかってよく聞きません？うん、MC 何々とか聞きます。聞きます。何の略だと思いますか？マイク。あ、マイクね。あ、マイクロフォンコントローラーみたいな意味もある。マイクをコントロールする人。だからマイクが使うのが上手い人みたいなイメージもあるし、ヒップホップは特にもう一個意味があって、ムーブザクラウドって言うんですよ。クラウドっていうのはパーティーしてるお客さんのこと、お客さんを動かす。だから盛り上げるってこと。いろんな意味あるんです。一つ決まり事というか、まあ、はい、やると楽しいことっていうのがまず陰っていうんですけど、きます、ね、これは、ね、ね、こっちの方が逆に今ポピュラー、ね、ね、MC バトルとかで、あは、ね、うん、か、さーたなど、あの母音とか、うん、いの母音とかね、まあ母音で成り立ってるんですけど、言葉ってその言葉の母音っていうのを合わせていく。例えば、まあ行くっていう言葉だとしたら、うん、あいうってなってますよね、はい、うん、これと同じ母音、あいうの母音のもの、ライブ、そう、間違いないです、そうです。アイスとか、うん、アイスでもいいですね。上級者になってくると、この、はい、この3つじゃなくて、ブーサイクとか、あーすごい。そうするとここは一個とはみ出してるけど、うん、この最後ですごい合ってれば OK。 こんな感じで作るみたいのをみんなでやってみたいんだけど、はい、まずちょっとテーマでこの夏、はい、どこに行ったとか、この夏どこに行った、何をしたとかっていうのエピソードをもらって、はい、ちょっとここに作っていこうかなと思ってるんですけど、はい、なんか皆さん思い浮かぶことありますか？まあ、でも海行ったりとかしました。あ、海、九十九里あたりの、九十九里とかいいじゃないですか。私も海行きました。お、どこに行きました？ずっと行きたかった、うん、江ノ島に行った。あ、いいですね、江ノ島。花火大会、あ、あ、いいわ、花火大会、大会、そう、あの氷結にお酒入れるやつ、夏っぽくない？氷結アイスだっけ？氷結アイスです。いいですね。いろいろこう出てきて、はい、リリックとか考えるときに、はい、内容から考えることもあるんだけど、例えばこの七夕だったら祭りとか、九十九里とか江ノ島とかで陰になるのを考えるんですよ。あ、うん、例えば九十九里だったら、はい、行ったけど暑さ異常水とか、あ、おーすごい、すごい、あ、杉とかかき氷とかだったら陰硬くはないんですけど、うん、味おいしいみたいな、なんとなくかき氷とこう響きがいいじゃないですか。いいですね、うん。江ノ島出したい。お、江ノ島出したい。頑張ってみよう。目の際。目の際。いいですね、硬いですね。江ノ島で一体目の際に何が？何でしょうね。目の際。マニキュア。あ、マニキュア。いいね。マニキュアにしとくじゃ。どんどん意味がわからなくなる。これ連想ゲームみたいなもんなんですよね。なるほど。江ノ島にデートに行くから、じゃあ今日してきたのはピンクのマニキュアみたいな形とかね、そういう、なるほど、いろいろ広がると思うんですけれども、ビートに乗せて始めてみよう。よいよ、じゃあここら辺で女の子たちが今回この夏どこに行ったか、それじゃライミング、オーライオーライ、よく聞いてくれよ。
あたし行ったよ七夕祭り、でも彼氏は隣であくび、よく十九楽しい、でも暑さ異常すぎ、よ江ノ島行くから塗ってきたピンクのマニキュア、かき氷味美味しい、氷結アイス大好き、シラス丼かなりピカスよ、でも花火大会であなたと話し合いたい。ちょっとじゃあこんな感じで皆さんのちょっと自己紹介をビートに乗せてチャレンジしてみましょう。はい、